am Christian Philippines and welcome to my channel. みなさん、こんにちは。私のチャンネルにようこそ。私はフィリピンのクリスです。So for today's reaction video, I am watching Greater East Asia War. And this video is from this channel. It was suggested by a viewer of mine. Thank you so much for your suggestion. では早速、始めましょう。お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、日本人なら知っておくべき大東亜戦争の真実をお送りします。昭和41年に ASEAN センターを設立した中島慎三郎さんは、大東亜戦争で中国大陸からマレー、ニューギニア、インドネシアを転戦して上等兵として終戦しました。そして昭和54年のこと、自民党のある大物議員がインドネシアを訪問した時に案内したのが中島さんでした。この自民党の県議員はインドネシアの政治家を前にしてこのように言いました。先の大戦において我が国は帰国を占領して被害をもたらし、ご迷惑をおかけしたことを心からお詫びいたします。中島さんは、これをそのまま通訳したらインドネシア人から笑われると思ったようです。なぜなら、この時、インドネシアの政治家たちは、戦争中に日本軍によって訓練や教育を受けたペタ祖国防衛義勇軍の方たちで、戦後のインドネシア独立戦争を戦い、勝利した時の勇者たちだからです。彼らは、戦後、インドネシアに残って、共に独立戦争を戦ってくれた日本兵たちが2000人もいて、その半数は命を落としましたが、日本人が、インドネシアの独立に貢献したことには、心から感謝していたのです。結局、中島さんはこのように通訳しました。カグル大戦において我が国は敗れてしまい、帰国の期待に応えることができず申し訳ありません。心からお詫びいたします。しかし、ここにいたインドネシアの政治家たちは、戦時中に日本兵から日本語を教わり、知っていました。日本語のわかる彼らは笑って、中島は苦労するね、と、中島さんの肩を叩きました。昭和48年4月、戦争中に、インドネシアの情報将校であったムルトポ将軍に同行した中島さんは、ASEAN 諸国を中心にした国際会議に出席。この時、最初に、韓国代表がこのように言ってきました。日本帝国主義が、30数年間も我が国を侵略したために、韓国は防衛体制が確立できなかった。その責任は日本にある。すると、インドネシアのムルトポ将軍は、韓国代表に向かって、こう言い放ちました。あなた方は、自ら戦わなかったくせに、責任を日本に押し付けるとは何事か。もし、アジアに、日本という国がなかったと仮定してみよう。1899年の吉和団事件以来、ロシアは、満州に大軍を駐留させ、朝鮮を狙っていた。朝鮮が戦わないから、日本が戦った。これが日露戦争だ。朝鮮は、日本が負けると思って、裏ではロシアと繋がっていたではないか。もし日本が戦わなかったら、朝鮮はロシア領になっていたことは、間違いない。ロシア領になっていたのは朝鮮ばかりではない。中国も、北半分はロシアが支配し、ヨース港以南はイギリスとフランスが支配しただろう。遅れて登場したアメリカは、どうやって中国大陸に食い込むか企んでいたのだ。そもそも、アジア混迷の原因は中国にある。アヘン戦争で、イギリスの不当な要求に屈して簡単に降参してしまった。その時、中国は、なぜ徹底して戦わなかったのか。
イギリス、フランスを大陸に引き込んで、蒋介石のように戦えば勝てたかもしれない。中華と誇る中国が、不甲斐なく負けたから、日本が、大東亜戦争を戦わざるを得なくなったのではないか。この責任は中国にある。そもそもアジアで戦ったのは日本だけではないか。もし、日本という国がなかったら、アジアは、半永久的に、欧米植民地勢力の支配下に置かれていたはずである。真実を言われた韓国代表は何も言えなかったと言います。さて、これに関連して、第二次世界大戦の真実、日本は何のために戦ったのかという動画が海外で話題になっていました。動画は戦後にアジアの指導者や欧米の歴史家などの口から語られた戦時中の日本に関する発言をまとめたもので、主に大東亜戦争の意義や位相の部分にスポットを当てた内容になっています。まずはその発言をいくつかご紹介します。マレーシア、ラジャー・ダトナンチック、元マレーシア上院議員。日本軍は長い間、各国を植民地として支配してきた西欧の勢力を追い払い、とても白人には勝てないと諦めていたアジアの民族に感動と自信を与えてくれました。長い間眠っていた自分たちの祖国を自分たちの国にしようという心を目覚めさせてくれたのです。アメリカ、ニミッツ元帥太平洋艦隊司令長官。この島を訪れる。この島、ペリリュー島を訪れる諸々の国の旅人たちよ。故郷に帰ったら伝えてくれよ。この島を守るために、日本軍人は全員玉砕して果てた。その壮絶極まる勇気と祖国を思う心根を。マレーシア、カザリーシャフィー、マレーシア元外務大臣。日本がどんな悪いことをしたというのか。大東亜戦争でマレー半島を南下した日本軍はすごかった。わずか3ヶ月でシンガポールを陥落させ、我々にはとてもかなわないと思っていた。イギリスを屈服させたのだ。私はまだ若かったが、あの時は神の軍隊がやってきたと思っていた。日本は敗れたが、英軍は再び取り返すことができず、マレーシアは独立したのだ。なぜ日本は謝るのでしょうか？あの大戦で、マレーシア人と同じ小さな体の日本人が大きな体のイギリス人を追い払ってくれたではないですか。日本なくして東南アジアの独立はありませんでした。この日本が払った尊い犠牲を否定することはバックミラーばかり見ているようなものです。オランダ、サンティン・アムステルダム市長。本当に悪いのは侵略して権力を振るっていた西欧人の方です。日本は敗戦したが、東亜の解放は実現した。その結果、アジア諸民族は各々独立を達成した。日本の功績は偉大であり、血を流して戦ったあなた方こそ最高の功労者です。自分を蔑むことをやめ、その誇りを取り戻すべきであります。第、ダナット・コーマン氏、大国。あの戦争によって、世界の至るところで植民地支配が打破されました。そして、これは日本が優先してくれたおかげです。新しい独立国が多くの火の中から不死鳥のように姿を現しました。誰に感謝を捧げるべきかはあまりにも明白です。動画を見た外国人からは賛否両論、様々な反応が寄せられていました。ここでその声の一部をご紹介します。海外の反応。とある国々は近代常に同じ手法で一方を悪者に仕立て上げてきた。
自分たちを正当化させる方法で経済的な裏工作をしながら、それと同時に一般市民に敵国は悪魔と思わせるようにプロパガンダも行う。自分たちは悪くないと思わせたまま、すでに弱っている敵国に対して戦争を仕掛ける。戦争が終われば敗戦国の国民を洗脳し、すべての悪事を押し付けるんだ。アメリカはベトナムに対して謝っていないし、英仏も植民地支配の歴史を謝罪してない。非難されるのはいつだって日本とドイツだ。もちろん両国によるひどい行為はあっただろう。だけど戦争へのトリガーを引いたのは誰なんだよ。ベルサイユ条約、日本に対する経済封鎖。日本は自分たちの力で近代化し、強い軍隊を作り上げた。そのせいで欧米列強から妬まれたんだろう。日本が南京でしでかしたことは嘆かわしい。俺は日本が好きだよ。原爆投下だってとんでもないことだって思ってる。だけど日本軍が行った蛮行はあってはならないことだったんだよ。俺は日本を敬愛してるし、日本に絶大な信頼を置いてる。そんな俺からすると、日本人が意味もなく他国に侵攻したり、人の命を奪ったりって、そういうことをする人たちだとは思えないんだよな。忍者や侍たちの英雄的な逸話が教えてくれるんだ。彼らがどれだけ正直で誠実な人たちかってことを。強い自尊心や誠実さを持つ彼らが悪いことなんてできないよ。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、大東亜戦争で自国日本が被った被害はさておいて、他国へ与えた影響、意味は以下大きく2つあると思います。 1.日本が近隣諸国に与えた多大な人的、物的被害。2、大きな世界的歴史の流れの中での意味。1は、謙虚に謝罪する以外にありません。2は、日本人が言えば1の正当化と取られるので禁句です。我々日本人の多くは、この2つを心の中に持ち続けていると思います。大切なことは、この2つの意味を、若者や子孫に正しく伝えていくことだと思います。特に、2に関しては、日本人以外の外国の人たちの解釈が、客観性のある重要な、発言として意味を持ってくると思います。そういう意味で、この動画は、後輩たちへの貴重な啓発資料なるでしょう。知人、友人にできるだけ紹介していただきたいと思います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。Oh, another story about World War II involving Japan and other Asian countries. I've reacted to so many videos about World War II involving Japan. And it's only this time that I knew Japan fought for the freedom of Asia.And they did everything. They sacrificed their country, their people. And that was a brave thing to do. We are all victims of World War II. I've reacted to the video called Japan Doesn't Need to Apologize. If you haven't seen that reaction video, I have the link in the description box. Well, anyway, another interesting video. Thank you guys for watching with me. I'll see you very soon.